皆さんこんにちは。虎に翼でおなじみの岡田将生さん、衝撃の社内絶叫癖、豪華歴代彼女と三角関係、友人の芸能人から嫌われる本当の原因といったさまざまな謎について紹介します。まずは岡田将生の経歴とプロフィールから紹介します。岡田将生は日本の俳優、東京都江戸川区出身、スターダストプロモーション制作3部所属、身長182センチ、中学2年生の時に原宿でスカウトされ、当時はバスケットボール部の活動に夢中だったため一旦断るも、高校進学後に事務所と連絡を取りデビューに至る。2006年、日本工学院専門学校の CM でデビュー。同年テレビドラマ東京少女でドラマデビューを果たす。2007年、映画天然コケッコー、テレビドラマ生徒諸君、花盛りの君たちへイケメンパラダイスでメインキャストを務める。2008年、テレビドラマ吹き出物と妹で初主演。同年冬から2009年にかけて主役級で出演する映画5本が相次いで公開される。これらによって2009年度映画賞の新人賞を総なめにする。2009年、映画ホノカーボーイで映画初主演。同年テレビドラマ乙女夏で連続ドラマ初主演。また芸能活動と並行して都内の大学に在学していたが、2009年度末に中退し俳優業に専念する。2010年、弘樹隆一監督の映画雷桜で時代劇初出演。映画告白では熱血さが空回りする教師役、悪人では下劣なイケメン大学生と癖のある脇役を好演し、第34回日本アカデミー賞では2つの作品から助演男優賞にノミネートされた。2012年、平清盛で源頼朝役を演じ、 NHK 大河ドラマ初出演にしてナレーションも担当。当時22歳で源頼朝役を演じるのもナレーションを担当するのも大河ドラマ史上最年少となった。2014年、蜷川幸雄演出による舞台回帰色で初舞台を踏み、19世紀フランスの詩人アルチュール・ランボー役で主演を務めた。2021年、出演した濱口竜介監督の映画ドライブ・マイ・カーが米アカデミー賞国際長編映画賞を受賞。同作品で高崎映画祭助演男優賞を受賞した。2008年に出演した月9ドラマ太陽と海の教室と、2009年公開の映画重力ピエロにおいて俳優の北村匠海と共演しているが、2作品とも北村が岡田の幼少期を演じている。2023年に映画1秒先の彼の舞台挨拶で人間ドックで測った際に181センチから182センチに身長が伸びていたことを明かしている。日本の映画やドラマで大活躍中の俳優岡田将生さん、彼のプライベートライフ、特に結婚や彼女に関する話題は常に注目の的です。この記事では岡田将生さんの結婚相手や歴代彼女、そして現在の彼女について詳しく調査しました。まず岡田将生さんが結婚しているかどうかについてですが、2024年現在岡田将生さんは結婚していません。彼はこれまでに多くの女性と噂になりましたが、公式に結婚を発表したことはありません。岡田将生さんはこれまでに多くの女性と噂になってきました。いかに彼の歴代彼女とされる女性たちを紹介します。井上真央さんとは映画僕の初恋を君に捧ぐで共演したことがきっかけで噂になりました。二人の仲の良さが話題となり熱愛の噂が広まりましたが、公式に交際が確認されたことはありません。加穂さんとは映画天然コケッコーで共演しました。映画内でのキスシーンが話題となり交際の噂が立ちましたが、こちらも公式に確認されたことはありません。北川景子さんとは映画春瞬たきで共演しました。二人の親密な関係が噂されましたが交際が確認されたことはありません。ブロガーの桃さんとはディズニーシーでの目撃情報がきっかけで噂になりました。二人が一緒にいる写真が SNS に投稿されるなどしましたが、公式に交際が確認されたことはありません。舞台女優の藤本咲さんとはクラーク記念国際高校の同級生で非常に仲が良いことで知られています。二人が一緒にいるところを目撃されたこともありますが、公式に交際が確認されたことはありません。長澤まさみさんとは
映画潔く柔らくで共演しました。映画内でのキスシーンが話題となり、交際の噂が立ちましたが、こちらも公式に確認されたことはありません。フジテレビのアナウンサー鈴木優衣さんとは2020年から2022年末まで交際していたと報道されています。2人の手つなぎデートが週刊誌にスクープされましたが、仕事と結婚の価値観の違いから破局したとされています。2024年現在、岡田将生さんの彼女として最も有力視されているのは、お笑いトリオ3時のヒロインの福田麻貴さんです。2023年1月にデートが報じられましたが、公式に交際が確認されたわけではありません。岡田将生さんは結婚願望があることを公言しています。2021年のインタビューでは、子供は好きだからそういう機会があったら突然結婚しちゃうかもねと語っています。また彼は知的で博識な女性が好みであるとも述べています。岡田将生さんの結婚相手や彼女についての情報は常に注目されています。彼の歴代彼女や現在の彼女についての情報を整理すると、彼が多くの女性と噂になってきたことがわかりますが、公式に交際が確認されたことは少ないです。今後も彼のプライベートライフに注目が集まることでしょう。また俳優の岡田将生が2018年1月11日に放送されたバラエティ番組桜井有吉座夜会に出演、これだけはやめられないある癖があることを打ち明けた。その癖というのが、なんと車の中で絶叫すること。岡田は人に対して物を言えないんですよ。仕事に対してもプライベートでもあんまり言えないので、すごいストレス溜まっちゃうんですと、控えめな性格であることを説明。そのため車の中であの野郎などと叫び、ストレス発散をしているのだとか。それが岡田にとっては欠かせない行動のようで、内面のバランスを保つためにも、面と向かっては言えない人の悪口を叫んだりすることがあるのだそうだ。一例として挙げたのは、俳優仲間の生田斗真で、家に遊びに来て散らかして帰る生田に苛立ったものの、本人には言えず、後で車の中で斗真と叫んだことを明かして笑いを取っていた。しかし視聴者の中には、ちょっと心配なんだけど笑い事じゃなく本当に大丈夫かな、ストレスが限界に来たら何か起こす可能性もあるんじゃないと、岡田の車内絶叫壁を本気で心配する人も多かったようだ。岡田は俳優仲間の中ではいじられキャラ、そのため生田だけではなく岡田が鬱憤を溜める相手は多そう。7歳年下の新田真剣佑にご飯行こうぜとラフに声をかけられたりと、優しい性格が災いして後輩たちからもタメ口を聞かれることもあるようです。そんな岡田ですから、いじられすぎて限界を超えてしまうと、社内でのストレス発散だけでは収まらなくなるかもしれません。いい人で有名な元スマップの草なぎ剛のように、不祥事が起こらないとは限りませんからね。どうか周りの俳優仲間たちも過度のいじりには十分に気をつけてほしいところだ。女優の伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説子に翼の第66話が2024年7月1日に放送された。判事星光一役の岡田将生が初登場し、反響が相次いでいる。後半へと突入した同話から岡田演じる光一が登場し、視聴者からは岡田将生キター長から、爽やか眼福物語後半のキーマン登場、どんな展開が待ってるんだろうと期待や喜びの声が続々。一方で初対面の虎子に含みのある発言を連発し、考えていることが全く読めない光一のキャラクターには、気品があるの肉節良すぎ、やりづらそう、第一印象は最悪のパターンか、ギャップすごい、私ならこの空気に耐えられないといった声も上がり、 X は多くの反響を受け、岡田将生がトレンド入りした。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。